はい、こんにちは。この子猫です。今日の一日一冊は、ヨンフォッセ、誰か来るです。2023年、ノーベル文学賞受賞、ヨンフォッセの代表作、誰か来るついに読みました、まあ。ヨンフォッセ、今までに40以上の戯曲を生み出し、その作品は世界50カ国以上で翻訳、上演。多くの文学賞を受賞し、まさにね、現代を代表する世界的劇作家として名を馳せています。 そんな彼の代表作を今回初めて読みましたが感想としてはなんだこの圧倒的に静かだけど重たい雰囲気が醸し出されている作品はというものでしたまずねこの作品ほとんど動きがありません登場人物はたった3人だけ舞台も海の近くにある一軒の家その中と外それだけ 何か事件が起こるわけでもなく、三人の会話だけで物語は進みます。そのね、三人の会話も多くが間、ま、です。何もない沈黙が通う箇所が非常に多い。セリフも単調です。ほとんど同じ言葉しか使われない。誰か来るとか、二人きりとか、もうね、同じ言い回しのオンパレード。 戯曲にたくさんの言葉を宝石のように散りばめたシェイクスピアとはもう180度真逆って感じですただそんなねシンプルな物語なのですがその雰囲気は非常に重いですヨンフォッセの出身地であるノルウェーの海岸線フィヨルドそんなね冷たく暗い土地に建てられた古い家そこでなされる会話からは嫉妬孤独 承認欲求、そして死など、負の感情が湧き出ています。メッセージが分かりにくいようで、実は分かりやすい。ように見えて本当は分かりにくい。深い暗いところに真のメッセージが合うのではないか。作品全体から漂う重苦しい静寂の中から、そんなことをね、感じました。まあ、かなりね、独特な内容で、 他からはね、得られない不思議な独りを考えられる作品ですので、ぜひね、4フォッセ、誰か来る、読んでいただければと思います。と、このようにこのチャンネルでは毎日一冊おすすめ本を紹介していますので、気に入ってくれたらぜひ高評価やチャンネル登録、コメントいただけると嬉しいです。ではまた明日お会いしましょう。バイバーイ